じゃあよろしくお願いします。うわ、手札の青はアツトだけかよ。上で引くしかねえじゃん。いやでも多色引く確率も単色引く確率も大して変わんねえんだよな。まあここは最悪サンスタ妥協でアツトを抱えるか。じゃあオカルト埋めて終わりで。ドロー。じゃあバルチュリス埋めてボロクで。やばい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 。フォールよしフォールよしフォールよし。ああ。じゃあアツト埋めて終わりで。よし、先行だし次のターンから墓地メタ使って勝ちかな。じゃあチパカル全能でターン終了で。じゃあドローもらいます。アンタップ。じゃあアンタップにマナチャージして2マナ戦力のギーチャストを2枚ドローします。じゃあステル効果でイバシンとアンタケン捨てます。イバシンの効果でワンドロー。じゃあダースシスケ捨てます。じゃあアツトを最初にダースシスケの宣言をもらいます。じゃあアツトとトップのカード1枚と手札のじゃあラビリットを捨てます。じゃあ効果で2枚こっちに返します。ザロストとイワシン、じゃあイワシンの効果でワンドローします。じゃあ効果でフォーエバーオカルト捨てます。じゃあ墓地が8枚あるので墓地の木使ってそちらの全能全能破壊してください。じゃあグラビティゼロ、墓地6枚あるのでクロスファイヤー出します。じゃあもう一度出します。クロスファイヤーで2点。じゃあターン終了時手札の木使います。リアル召喚、じゃあ全能全能でターン終了で。終了時こちら手札ないので手札の儀使います。 GR 召喚でバトトラの父出してこのまま単終了で。よし、ミラーマッチかなりもつれたけど破壊の儀だけ残して盤面作れて押し切れそう。ミラーはプレイングゲーなんだよな。じゃあ終了時手札の儀で。あ、ポクたまたま。じゃあそちらの墓地シャッフルで。はい、破壊の儀使ってゼロ万端するんですけどすみません返せないので投了します。落ちメタされて殴るしかないな。じゃあゼロンで5点で。それはブロックします。はい、じゃあオカルトでアタックするとき墓地からホールクローラー開始します。え、そんな効果あるんですか。あ、はい、オカルトのテキスト確認どうぞ。ほんとだ。はい、じゃあダブルブレイクで。はい、じゃあこのままターン終了で。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ゼーロンってことはまたアンダケインですか。今日2回も当たったんですけどガンメタしてるんで2回ともボッコボコにしてやりましたよ。あー、確かにメタられるときついですよね。じゃあよろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。じゃあオカルト宣言します。じゃあラビ効果使って前半ですね。じゃあアツトで1点抜いていきます。じゃあこのまま単終了し手札の木使ってどうぞ。あ、負けでいいです。対面引き強すぎ。運だけかよ。はい、ありがとうございました。じゃあ単終了で。じゃあこれで単終了で。よし、ミラーマッチかなりもつれたけど盤